実際問題、私は天野くんとアグリさんの関係を本気で疑ってるわけじゃないんですよ。ああ、わかる。あの二人がそんな裏切りを良しとする奴らじゃないことは、俺たちが一番よく知っている。だが。ですが、じゃあ果たして、天野くんとアグリさんの間にあるもの以上の何かが、私との間にあるのかと考えると。けど、まだ俺たちは逆転できるはずだ。というと？あいつらと違って、俺たちには俺たちなりのやり方があるだろってことだよ。どういうことですか？詳しく。って、もうここお前の家じゃね？そんなのいいですから、上原くん。逆転方法について詳しく。わかったって。いいか、疑心暗鬼に陥った恋人同士が、お互いの関係を完璧に確立する方法。それはだな。それは。既成事実を作る。それしかない。つまり、二人きりになって、イチャイチャしてるところをお互いに見せつけ合えば。事実ってんの？既成事実。あれ？なんで俺、星の森のライバルと結託しちゃってんだ？